かって言っても対策不可能な必殺技アニータ殺学アニメや漫画を見てるとこんなの誰が対策できんだよというどうしようもない必殺技を目にすることがよくあります。そんな必殺技は強制的に眠らされた挙句精神を完全破壊される技であったり、敵を妨害する全ての行為に厄災が降りかかる恐怖のスタンドであったりと様々です。というわけで本日は分かっていても対策不可能な必殺技ランキングを見ていきたいと思います。なお本ランキングは本チャンネルで実施したアンケートの投票結果およびコメント欄の反応をもとに順位付けした結果で見ていきたいと思います。投票総数 7.2 万票総コメント数1135件、皆様たくさんの投票&コメントありがとうございます。詳細が気になる方はぜひコミュニティの方も覗いていってください。また本ランキングはいろいろな作品を紹介するため1作品につき1キャラまでのノミネートとさせていただきます。それではスタート。第10位進撃の巨人地鳴らし。まず初めにランクインしたのは人類全てを踏み潰す始祖の力がもたらす最強殺戮兵器地鳴らし。パラティ島にある30の壁、ウォールマリア、ウォールローゼ、ウォールシーナ、これらの壁の中には超大型巨人が何十かのようにぎっしりと詰まっており、始祖の力を得た者はこれらを一斉に解き放つことができ、数十万のクソデカ巨人が地球全体を踏み鳴らし最終的に壁外の人類は絶滅。万が一巨人の足元をすり抜けられたとしてもマグマのような熱さの地表から逃れる術はなく生存率は極めて低い。この地鳴らしを止める方法は始祖の本体を狩るか数十万の巨人を殺し尽くすかの二択だが、全ての巨人を操り無尽蔵に生み出す始祖の巨人を狩るのも数十万の巨人を殺すという惑星破壊レベルの脳筋ご粒子戦法もドラゴンボールに出てくるサイヤ人レベルの実力がなければ到底不可能。つまり対策方法なんて存在しないようなもので、もし我々が住む地球で地鳴らしが発動されようものならとりあえず親に感謝の気持ちをラインしておとなしく踏み潰されるのを待つしかないでしょう。コメント欄で注目集めて見事ランクイン。第11位大乱闘スマッシュブラザーズ最速風神拳。2021年6月30日大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルにて鉄拳シリーズから参戦を果たしたカズヤ。攻撃力逆転力桁違いなパワーコンボファイターで風神拳、雷神拳、奈落旋風、地獄門など技数がとにかく多く、デビル化するスマッシュ攻撃は特に強力。横スマッシュの威力は全ファイターの中で最高威力だとも言われている。そしてこれらの技をつなぎ合わせる鉄拳シリーズもおなじみの最速風神拳を絡めたコンボ攻撃は作中でも1位2位を争うほどの火力で、通常の風神拳には存在しない敵を硬直させる効果により当てた際に大きな隙が生まれる。その隙を突き敵に猛ラッシュを仕掛けると一瞬にして残機を一つ減らすことが可能。使用者の精度が高ければ高いほどあらゆる状況から撃墜することができるため、猛者風扱いと戦って最速風神拳を決められた際の絶望感は半端ない。当たれば最後、対策しようのないコンボ攻撃に見舞われる。この最速風神拳はまさにこのランキングにふさわしい対策不可能な必殺技ですよね。コメント欄で注目を集めて見事ランクイン。第10位ポケットモンスター一撃必殺。ポケモンでの戦闘において一定確率で相手ポケモンを一撃で葬ることができる史上最強のロマン技である一撃必殺。最初の必殺技はハサミギロチン、スノードリル、ジバレ、絶対レードの4種類で、これらの技が当たる確率は 30% プラスポケモンのレベルマイナス相手ポケモンのレベル。使用ポケモンが70レベルで相手ポケモンが50レベルだった場合、命中率は 50% となる。そしてこの技を命中させることができれば、どんなに相手ポケモンの HP が残っていようと一撃で瀕死状態まで削り取ることができるのだ。対処方法は機械の助けで攻撃に耐え、カウンターやミラーコートで返すというものすごい読みを成功させるギャンブルのような方法しかなく、確実な対策方法は存在しない。そしてこの技で真っ先に思い出すトラウマはバトルフロンティアなどの施設で明らかに 30% 以上の確率で一撃必殺を命中させてくる恐怖の NPC。 連戦を必死に勝ち進み、あと一本のところで一撃必殺を食らいゲームオーバーになり涙したプレイヤーは多数。この理不尽すぎる謎の NPC ビーキはポケモンプレイヤーからフロンティアクオリティと呼ばれ意味嫌われているらしい。見事ランクイン。第9位僕のヒーローアカデミア新型極超音速大陸間巡航パンチ。続いてランクインしたのは本場のヒーローが集結するアメリカにてナンバーワンヒーローの称号を我が物にするキャスリン・ベイト。ヒーロー名スター&ストライプ、もはやオールマイトに匹敵しそうなほどのゴリゴリの筋肉を身にまとう女性、アメリカナンバーワンヒーローで個性の名はニューオーダー。国防の象徴ともいえる彼女の個性は国家秘密として詳細を秘匿にされており、その能力内容は対象に触れ名前を呼ぶことでその対象に新たなルールを設定できるというもので、その効果は生物は愚か大気などの実体が存在しないものにも適用可能、概念にまで影響を与えるチート極まりないとんでも個性である。そしてその個性を使い周囲の大気を自身の1000倍の大きさで固め大気のできた巨大な分子を構築。目視不可能巨大な大気は新型極超音速大陸間巡航ミサイルティアマトを10発掴み、ティアマトを旋回するという新たなルールを定め、ミサイルが強制旋回、そしてその旋回した勢いを利用して掴んだミサイルとともに大気の拳を振り下ろしぶん殴るという超脳筋かつ超最大威力の攻撃で、作中では各以上の威力を見せつけたのである。あまりにも脳筋すぎるその荒技はもちろん対策どころではなく、繰り出された瞬間に死は確定。今回のランキングにもマッチした必殺技だと思ったのだが、投票では全体の 8% の票数に終わり、コメント欄での注目もいまいちだったため、この順位とした。第1位ゴジラマイナス1熱戦。ゴジラシリーズではおなじみのゴジラの口から発射されるアホみたいな威力の光線である熱戦、ゴジラ最大の必殺技であり象徴ともいえる技で、これまでの作中で多くの防衛軍兵器や敵怪獣を葬り去っている。登場当初のこの技はゴジラのとんでもない肺活量を生かし放射能を大量に含んだ息を吹きかけ、あらゆるものを発火させたり溶かしたりする白熱光という必殺技だったのだが、だんだんとこの技の設定は変わっていき、体内で核分裂を起こし、そのエネルギーをビーム上で発射する今の熱戦に派生する。そしてこの熱戦がシリーズ史上最も恐ろしさを見せつけたのが、今回紹介するゴジラマイナス版の熱戦。背びれを一気に引っ込めることがトリガーとなり、口から極太サイズの熱戦を発射し、その威力は紛れもなく歴代最強。劇中に銀座で戦車台めがけて熱戦を繰り出した際には国会議事堂が跡形もなく消し飛ばされ、思わず拍手してしまいそうになるほどの綺麗なキノコ雲が上がり、着弾距離から離れていても簡単に人が吹き飛ばされるほどの爆風が発生、周囲は完全な更地となっていたことから、その威力は間違いなく各クラス。もちろんこれも対策どころではなく、こんなのに対抗できるのは限られたほんの一握りのチートキャラのみ。コメント欄で注目集めて見事ランクイン。第7位鬼滅の刃強制混沌催眠のささやき。続
続いてランクインしたのは興行収入400億円超えの超絶大ヒットを記録した鬼滅の刃無限列車編のラスボスかと思いきやただの前座だったかわいそうな鬼炎武の血鬼術強制混沌催眠のささやき鬼舞辻無惨が従える鬼の中でも特に強力な力を持つとされる十二鬼月の加減の位置に君臨する炎武は加減の5であるルイが殺されイライラマックスだった無惨のストレス解消の餌食になるかと思いきや他の加減が殺された後に他の鬼の断末魔を聞けて楽しかった幸せでしたと言い放った結果その怒りた感性を評価され無惨に血を与えられ強化されるその後 M は炭治郎を狙い無限列車へと乗り込みそこに炭治郎以降と炎柱の煉獄教授郎が参戦そして M は彼らを血鬼術によって強制的に眠らせたのでありこの血鬼術をかけると侵入した者の記憶を読み取り自分の意のままの夢を見せることが可能で攻撃力は皆無なのだが術にかかった者は体をピクリとも動かせないので術をかけられたりすればほぼほぼ勝利確定眠らされて後は夢による心理攻撃で精神を破壊され無力化したところをペロリ作中では自身の血が染み込んだ切符に自身の肉体で作った対策バサミで後をつけることで術を発動させるという対策不可能すぎる方法で炭治郎一行を術にはめていた最終的には何度も何度も夢の中で自分の首を切り落としまくるという炭治郎のゴリ押し最高戦法に敗れはしたものの超人であれば分かっていても絶対に何もできないでしょうコメント欄で注目集めて見事なランクイン呪術廻戦のアニメ化範囲後のネタバレを含みますご注意ください第6位呪術廻戦世界を絶つ斬撃続いてランクインしたのは両面宿儺の術式水氏が神外魔境新宿決戦にて進化を果たしマクロの斬撃を手本に得得した世界を絶つ斬撃宿儺の術式水氏は通常の斬撃である回でもビルを真っ二つにする威力を誇り形状変化威力の調整も可能価値では対象に触れることが発動条件ではあるが相手の呪力量強度に応じて最適な人たちを相手に浴びせることができるそして五条との決戦の途中に宿儺が得得した究極の斬撃世界を絶つ斬撃は五条の無加減術すら意味をなさず世界に存在する限り全てのものを空間ごと分断することが可能で絶対に防御することはできない世界が盛り上がった五条 VS 宿儺の頂上決戦ではこの世界を絶つ斬撃にて終止符が打たれる結果となり読者の最大のプロモ技となっている投票では全体の 19% の票数を獲得するもマキが普通にこの技を避けることに成功しており世界さんはマキパイが避けてたからなマキは世界を絶つ斬撃避けれてたくねと否定的な意見もちらほら見られたためこの順位とした手食いワンピース破壊世界の人々が恐怖する4人の海の皇帝に名を連ねる大海賊カイドウとビッグマムそしてその2人が放つ作中最大級の火力を誇る合体技破壊は技を放出する際のその構えで分かる通り巨人族であるドリーとブロギーの連携技である破国がモチーフとなっていると考えられるが単体でも最強格と言ってもいいカイドウとビッグマムの連携技という点を考えるとおそらくその威力は破国をはるかに上回っているドリーとブロギーが繰り出した破国の威力ですら島食いにクソでかい風穴を開けておりビッグマムの異国がキングバームの左半身を削り取っていたのでさらにカイドウの力が加わった破壊の威力を想像しただけで思わずちびりそうになってしまうがその威力はちびる程度で済むレベルではなく島一つ簡単に消し飛ぶ威力であることは間違いないもちろんそんな技耐える王は相殺するくらいの対策方法しか存在せず作中ではなんとゾロがこの技を生身で耐え切るというとんでもない功績を収め読者からは称賛の嵐モリアとの戦いでルフィに蓄積された全てのダメージを背負わされても何もなかったと言ってのけた作中一番のタフさを持つゾロでなければおそらくあの攻撃に耐えきれず共闘メンバーモルトもあそこでやられていたのではないだろうかコメント欄で注目を集めて見事ランクインっていうドラゴンボールスーパー消滅続いてランクインしたのは全宇宙の頂点に立つカラフルオチベちゃんこと全王様のチート能力消滅一見ただのゆるキャラにしか見えないその見た目とは裏腹に手をギュッと握るだけで全てのものを一瞬にして消すことができ惑星を消すことも宇宙そのものを消すことも何の躊躇もなくやってのけるドラゴンボール世界の最強キャラでもともとは18存在した宇宙も機嫌を損ねた全王様によって6個消滅し現在は12個になっているという怖すぎる裏エピソードも存在するそしてこの力はたとえ不老不死の肉体であろうと概念そのものであろうと関係なく無に返すことが可能で作中ではスーパードラゴンボールで実際に不死身となり過去世界にまで影響を及ぼしていたザマスですら一瞬にして消滅させられていたそして似たような技として対象の人間を一瞬にして完全消滅させることができ惑星はおるか太陽系を一瞬にして消すことが可能だ破壊神が使用する破壊の能力もコメント欄にて注目が集まっていたがやはりその能力の規模と大級宇宙のシゾラの破壊玉がフリーザに割とあっさり攻略されていたのを考えると圧倒的に対策不可能なのは考えるまでもなく全王の消滅だろうコメント欄で注目を集めて見事ランクイン対戦遊戯王封印されしエクソディア遊戯王のゲームシステムは強いモンスターを多く出して相手のモンスターとバトルしお互いのライフを削り切ることで勝利を目指すというのが基本ルールなのだがこのエクソディアは封印されし者の右腕封印されし者の左腕封印されし者の右足封印されし者の左足これらの4種を加えた合計5種のカードを手札に集めるとどれだけ不利な状況にいようとなんと問答無用で勝利が確定するという無敵カードで発動にさえ成功してしまえばまさに対策不可能その状況を逸した効果からかこの5枚のカードはオフィシャルカードゲームにて聖剣カードとして扱われるほどで作中にて初めてこの効果が発動されたのは遊戯と会話の戦いエクソディアのパーツを5枚集めた遊戯が最強の召喚神エクソディアを召喚し会話のブルーアイズホワイトドラゴン3体をいとも簡単に葬ったのである作中にて行われたこの技の対策方法はインセクター墓がエクソディアを打ち破る唯一の攻略法と題し5枚のカードを全て海に投げ捨てるというアホみたいな方法しかなくちゃんとした対策方法はもちろん存在しないコメント欄で注目を集めて見事ランクイン第2位ジョジョリオンワンダーオブユー続いてランクインしたのは追跡すれば厄災が襲うシリーズ屈指の凶悪スタンドワンダーオブユージョジョ8部のラスボストール君が操るスタンドで TG 大学院院長である明房トルの正体スタンドでありながら人間としての人格を持ち会話も可能かつ表社会で地位を確立して暮らしているというシリーズでも類を見ない異例すぎるスタンドでそのスタンドの能力はワンダーオブユーを追跡しようとした者にあらゆる厄災を振りまくというもので攻撃しようとしたりスタンドの情報を探ろうとしたりそれこそこのスタンドに対する何かしらの対策を練ろうとした場合でもその正体をあらわにしようとする行為には必ず厄災がつきまとうこのスタンドを攻略するには本体であるトール君を直接叩くしかないかと思いきやこの能力は本体を
追跡、攻撃した場合にも発動するため、勝利する方法など皆無。スタンドに敵対する全ての行為が激戦の対象となるため、まさに対策不可能な理不尽スタンド。このスタンドから逃れる方法は全てを忘れて平穏に暮らすのみだが、ふと思い出してしまえば再度激戦の対象となるので、本当の意味で解放されるのは死のみなのかもしれない。コメント欄で注目を集めて、見事ランクイン。第1ワンパンマン、マジ殴り。見事第1に輝いたのは最強のハゲ頭、高速主人公埼玉の最大火力技マジ殴り。全ての動発と引き換えに反則レベルのチートパワーを手に入れた埼玉は、作品タイトル通り全ての敵をワンパンで仕留めるプロヒーローで、ぶっ壊れキャラが多数存在する本作において、まごうことなき作中最強。怪人側にとってもはや存在そのものが死亡フラグで、核並みの威力を持つ大砲を蹴り飛ばし、10万トンの空母をいとも簡単に動かし、地球に降ってきた巨大隕石ですらグーパンで破壊するギャグ的パワーを見せつけているのだが、そんな埼玉がほんのわずかな限られた強敵にのみ放つマジ殴りの威力は、もはや惑星を破滅の危機に落とし入れるほどで、海を真っ二つに両断し、その海の向こうの雲をも引き裂き、その余波で地球が完全に砕かれた。そしてガロとの戦いでマジ殴り同士が正面衝突した際には、その余波だけで周りの星々が完全消滅。こんな威力の攻撃に対策方法などあるはずもなく、投票では全体の 70% を獲得し完全勝利。コメント欄でもギャグ最強だから回避しようがないなど、マジ殴りに対するコメントが大量投稿されていた。見事第1位ランクイン。いかがでしたでしょうか。本編では紹介できませんでしたが、仮面ライダークロノスのポーズ、二宮隊長の変則両攻撃、デュエマのダーツデリート、大人の事情で回避不可能アンパンチなどが挙げられていました。皆様たくさんの投票とコメントありがとうございます。このようにアンケート結果を元にしたランキング動画を今後も作成していきたいと思いますので、リクエストがある方はぜひコメント欄で教えてください。最もさせたリクエストはコメントを固定させていただきます。また新サブチャンネルも始動しましたので、ぜひ動画概要欄より遊びに来てください。それじゃあまたね、バイバイ。